株式会社中村屋は東京都新宿区に本社を置く食品メーカーである。一般には新宿中村屋で知られる。和菓子、洋菓子のほか菓子パン、中華まんレトルト、缶詰のカレー等を製造販売しているほかいわゆるデパ地下やショッピングセンター等で菓子店とレストランを営業している。また、関東で販売される中華まんのシェアトップを占めており、 コンビニエンスストア向け業務用食品にも商品を持つ。2019年3月期の売上比率は菓子事業76%、食品事業22.5%、賃貸事業1.5%である。現在日本で食べられている中華まんは大正14年から昭和2年発売日まで改良を加えられて日本人の口に合うように工夫されたものである。また、クリームパンを 日本で初めて販売しており、カレーパンと共に有名である。野豪は、明治の末頃に中村不施が記号したものを用いている。1901年の創業以来、妻の総カリと共に独創的なパン、食品を作り続けた。1904年には、シュークリームをヒントに、現在もポピュラーな菓子パンである、クリームパンを考案した。1927年には、 現在の中華マンの元となる中華まんじゅうを発売。これが現在の中華マンの始まりとも言われている。1918年に娘がインドの独立運動家のラスビハリボースと結婚をしたことからボースから米や鳥にまでこだわった本格的なカリーの調理を学び、1927年6月12日に当時の日本では珍しい純インド式カリーを販売している。 本店のカリーのキャッチフレーズ、恋と革命の味はここから生まれ、引き継がれている。また中村屋では発売開始日の6月12日を、恋と革命のインドカリーの日と定めている。フランスパンを、日本で最初に発売した、京都の進む、同創業者の都ひ一しや、山崎製パン創業者の飯島東十郎も、相馬の下で勤務していた。新宿本店には愛憎、愛蔵、 寮の人柄に惹かれた文化人が盛んに依頼店していた。その中に、ロシアの童話作家バスイリー・エロシェンコもおり、彼がレシピを伝えたボルシチも、前述のカリーと並び本店レストランの開店以来の人気メニューである。ただし、このボルシチはテーブルビートの代わりにトマトを使用したものである。また、エロシェンコが着用していた、ロシアの民族ふくるばしかも、その機能性から、 店員制服として採用されている。寺山修司はプレイボーイ師で人生相談談を担当していた時自殺願望の青年のハガキに対し、君は新宿中村屋のカリーを食べたことがあるか、なければ食べてから再度相談しろと返答した。2005年、新宿中村屋本店のインドカリー、渋谷区笹塚にある中村屋中央事業所。ありがとうございます。